カノッサ。カノッサは、イタリア共和国エミリアイコール、ロマーニア州レッジオエミリア県にある、人口約3800人の基礎自治体、コムーネ。1077年、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世が、教皇グレゴリウス7世に、波紋の解除を願った、カノッサの屈辱の舞台として知られる。レッジオエミリア県の南西部に位置する、 コムーネの中心地であるチアノデンツは、県とレッジオエメリアからは西南へ約 20km、州トボローニャから西北西へ約 75km、モデナから西南西へ約 41km、パルマから南南東へ約 25km の距離にある。コムーネの領域は、エンツァ川の右岸、東岸に南北に広がっており、川を隔てて、パルマ県に接する。 隣接するコムーネは以下の通り、PR はパルマ県所属。コムーネは南のアペニン山脈から続く山岳、丘陵地帯に所在している。コムーネの主要中線は、その西端を流れるエンツァ川である。ポー川の支流であるエンツァ川は、アペニン山脈に源を発して北東に流れる川である。シアノデンツァは山岳部からポー平原に出る。 出口付近に所在する。コムーネで最も大きな集落は、コムーネの北端に位置するチアノ、デンザ、以下、チアノであり、コムーネの役場や教区協会もこの地区に置かれている。チアノは、エンザ川下半に広がる平野部に立地し、人口は1914人、2001年の国勢調査による、以下同じ、主要な道路である修道が地区を通過するほか、 レッジョエミリアとを結ぶ鉄道駅がある。イタリアのコムーネのほとんどは最も大きな集落の名をそのまま自治体名とするが、このコムーネはマティルデ除白の古城があることで知られるカノッサの地名が付けられている。廃城として姿をとどめるカノッサ城はチアノの東南約4トルに位置する。コムーネの中部チアノの南約7トルには トリニタ、トリニタ及びモンキオデルレオレ、モンチオデルレオラ、両地区、計232人が、チアノの南約 3km に位置する、エンザカカァンのチェレラ、セレスラ、人口128人があるほか、小集落が散在する。詩人、ペトラルカゆかりのセルバピアーナ、セルベイピアーナは、チェレッツォラ東南の丘陵場にある。この地域での人々の活動は、 戦史時代に遡ることができ、旧石器時代、新石器時代の石器がエンツァ川沿いから発見されている。エンツァ川に沿った道は、北方のポ宝平原からアペニン山脈を越え、リグリア海の港町、現、オルトノーボの一部やルッカなどとを結ぶ交通路であり、ローマ時代にはガリア・キサルピナの植民都市として、ルセリアとコレル都市が築かれた。 ふ族の侵入以降、人々は戦乱を逃れるための緊急の避難所として、産地に移るようになり、丘の上に、砦が築かれるようになった。10世紀半ば、940年頃から950年頃、ルッカのシグイフラドの子であった、アダルベルトアットがこの地に入り、カノッサの岩山の上にを建設したほか、ロッセラやロッセネッラに砦を築いた。950年。 イタリア王ロターリオ二世が死亡する。この死は、実力者である、イブレーア編共白ベレンガーリオによる毒殺ともされる。ベレンガーリオは、イタリア王の冠をいただいて、ベレンガーリオ二世となと、ロターリオ二世の日であったアデライーデに、息子のアダルベルト二世との結婚を強制した。これを拒絶したアデライーデは、カノッサのアダルベルト圧倒のもとに逃れ、東フランク王夫を一世。 後の初代神聖ローマ帝国皇帝に救援を求めた。カノスサ城はベレンガーリオによって包囲されるも、夫一世の介入によってアデラ・イーデは救出される。951年、夫はアデラ・イーデを5歳として迎え、イタリア王を名乗った。この後、夫はベレンガーリオとアダルベルトの父子を破り、962年に皇帝として退官することになる。 アダルベルトアットーに始まるカノスサキは所領を集積し、孫のボニファーアッチオの代にはトスカーナ辺境白を合わせ、トスカーナからロンバルディア一帯にまたがる領地を持つ大貴族となった。1052年にボニファーアッチオが暗殺されると、カノスサ城を含む広大なその所領は、一人娘のマティルデによって継承された。神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世と、 教皇グレゴリウス七世との対立、女人権等の中で、マティルゲは、教皇の主要な支持者の一人であった。1076年、事態は皇帝による、教皇廃位と、教皇による、皇帝破門に発展、皇帝に反旗を翻したドイツ諸皇は、アウクスブルクでの諸皇会議教皇を招いた。教皇はドイツに向かうも、皇帝が、北、イタリアに向かっていることを知り、マティルデの招きに応じて、 カノスサ城に入った。1077年1月、ハインリヒ4世は、カノスサ城の門外で3日間にわたりグレゴリウス7世に、波紋の解除を願い、許された。これが、カノスサの屈辱である。マティルデはその後も強硬派として活動するも、皇帝派に敗れて、多くの所領を失い、1115年に、後継者を残さずに没した。マティルデ死後、カノスサは、 皇帝が領有するところとなったが、1255年に、レッチョの市民軍による攻撃を受けて、カノスサ城は破壊されている。以後、カノスサ城は修復と破壊を繰り返しながら、中世を通して、ビスコンティケ、ファルネーゼ家、エステ家の関わる多くの戦闘の舞台となった。これらの戦闘による、破壊、地震による被害に加え、 ののの登場にに伴う戦術の変化によるる。城城役割低下も、相まってカノッサ城は荒廃するセルバピアーナにはコレッジョ家の城があった。詩人ペトラルカはアッツォダコレッジョに招かれ、1341年から1345年まで二度に渡ってセルバピアーナに滞在している。ペトラルカはセルバピアーナをイタリアのヘリコンと呼んだ。 19世紀初頭、ナポレオンが北、イタリアを支配した際、カノッサ一帯はサンポーロデンツァの一部とされた。その後行政区画は幾くたびかの変遷をたどり、現在の独立のコムーネとしての地位を得たのは1943年のことである。カノッサには以下の分離集落、フラツヨーネがある。広域行政組織であるアペニノレッチャーの山岳部共同体。 事務所所在地、カステルノーボネ・モンティを構成するコムーネの一つである。は廃墟であるが、年間3万人以上の観光客、多くはドイツから訪れるを集める観光地である。チアーノ・デンツァとカノッサの中間にあたるロッセナ、ロッセナにも、城塞、ロッセナ城、カステロ・ディ・アイ・ロッセナがある。ロッセナに近いルーペ・ディ・カンポトレラには、自然保護区、ライザバナ・ナチャール・オリエンタ・タ・ルペ、 di カンポトレイラーが設定されている。修道が遠座の川沿いに、コムーニの南北を貫いている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。